名城大学附属高等学校平成31年数学です。3の2乗でマイナスの9から、マイナス2分の3の2乗で4分の9ひっくり返して9分の4、そのままですね。 0.5 は2分の1ですから3分の1引く2分の1、6分の2引く6分の3ですからマイナス6分の1。 0.25 は4分の1ひっくり返してかける4、ここ先計算ですね。マイナスのマイナス3分の2でプラス3分の2ですね。ここは約分しておいてマイナス4、で括弧の中、3分の1たす3分の2で1ですからマイナス4引く1でマイナス5となります。次、連立方程式です。上の比の形、内項の積イコール外項の積ですね。内側2つかけて y イコール外側2つかけて 2x、 せっかくこの形ですから代入法がおすすめですね。この2番の式に代入、 3x-2y は 2x ですから -2×2x-4x=-5、 x は5で、ここへ代入 x5 ですから y は10となります。括弧3、まずは共通する因数 xy を前に出します。そうすると x2乗-y2乗、これ和と差の積、2乗引く2乗は和と差の積ですね。和と差の積ですね。ここへ代入します。これとこれかけると和と差の積で3引く4でマイナス1、次足すと2が消えて2ルート3、次引くと、ルート3が消えて2引くマイナス2で4、計算してマイナス8ルート3となります。次、マイナス3分の5より大きく2ルート10より小さい整数ということで、これは5割3とやれば 1.6666 というのが出ます。2ルート10というのはルート40です。ルート40というのはルート36よりは大きいし、ルート49よりは小さいので、6より大きくて7より小さい、6点いくつということです。この間に入る整数は、-1、0、1、2、3、4、5、6の8個です。括弧5、正三角形のこの三角形の部分を折り曲げたら、こんな長さになった、ここの長さはということですけども、まず、ここにあったものがここに移動しているわけですね。そうすると、ここは7です。ということは、一辺の長さは10と分かりますので、ここの長さ8で、ここは2。若干見た目違いますけど、気のせいですね。はい、次。この角度は60度です。ここも、ここが移動したったから60度です。ここも60度です。で、この角度を勝手に丸、ここの角度を勝手に×とします。まずこの黄色い三角形を見ると、丸と×は足したら120度ということが分かります。次、ここの部分、180度から60いきますから、こことここ足したら120度です。ということは、ここ×ですから、ここは自動的に丸。同じ理由で、ここ60度ですから、ここは×ということが分かります。そうすると、この三角形とこの三角形は、2組の角がそれぞれ等しいので、相似です。この、60度を挟む2辺が、3対8です。丸からスタートしてますね。3対8。こちらも丸からスタートして、イコール、2対 x が成り立ちます。3対8は2対 x 外外とかけて 3x イコール16、 x は3分の16センチとなります。括弧6、これを回転させるんですが、まずここの長さがわからないので3平方の定理を使います。サザンが9、マイナス2人が4でルート5です。ここ回転って勘違いしやすいんですね。 AB を回転の軸としてって書いてあります。ちなみにここ回転の軸として計算をすると、底面積が 4π、 高さがルート5かける3分の1であったときに、この回答欄に当てはまらないことが分かります。ということは何か間違えたなとここで気づくところですね。で、ここを回転の軸とすると、この x は半径です。半径がルート5、ルート5かけるルート5で 5π が底面積かける高さかける水の3分の1で、答え3分の 10π となります。2番です。1の3乗プラス2の3乗は1たす2のなんじゃら乗ということで、1の3乗1、2の3乗8、足したら9。9というのは1たす2、3の2乗で、あに入るのは2です。括弧2、同じように1の3乗1、2の3乗8、3の3乗27足すと36です。36というのは6の2乗ですね。6、2と入ります。ここで、1の3乗、2の3乗、1、2だと1と2を足したやつの2乗。今度は6だと1たす2たす3は6ですね。の2乗。つまり、
ここの数字を足して2乗すると答えが出るという仕組みですね。そうすると、3025は何の2乗かと考えます。そし素因数分解していくと、5511ですから、5×11 で、55の2乗だということが分かります。では1からどこまで足したら55かということで、これはよく使うので覚えてください。1から10まで足したら55です。したがってここに入るのは10ということになります。3番です。31と23と23と31とで、この角からこの角を引くと44度の時にこの A の部分と B の部分を足したら何度ですかという問題で、まずこの23、23、31、31でピンときてほしいことがあります。それは ABCDE は一つの円周上にあるということです。なぜかというと、まずは31、31、この弧に対する円周角は等しいですね。次、この弧に対する円周角もまた等しいということで、これが一つの円周になっていることに気がつくということですね。次、こうです。三角形の内角と外角の関係、こことここを足したらここ、つまりここを引くここはここです。ここは44度だと書いてあります。つまりここが44です。この44ですが、この弧に対する円周角ですね。同じ弧に対する円周角はやはりここも44度となります。そうするとA と B の合計は何度ですか。こういった問題は A は何度、B は何度というふうに出しに行かないということですね。はい、三角形 ABE、内角の方は180度です。180度から44、31、23を引いたものが A 足す B になりますので、44、31、23合わせてこれ98ですね。180-98で82度という答えになります。4番です。y イコール x 2乗と y イコール x プラス1が2点で交わっていると。で、a の座標はということで、x 2乗イコール x プラス1移行して、因数分解できませんので、解の公式、2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac でこんな形。2点あるわけですね。こちらが小さくて負の方、こちらは大きくて正の方です。ここプラスの場合は正になります。マイナスの場合は負になりますから、a の x 座標はということなので、2分の1マイナスルート5となります。次、三角形 OAB の面積を求めなさいということで、もうよく出ます。この形に等積変形します。高さはもう1というのは分かってます。あと底辺です。ここの X 座標からここの X 座標を引けばいいので、一番が役に立つわけですね。B の X 座標は2分の1プラスルート5、 A の X 座標は2分の1マイナスルート5で、マイナスマイナスでここプラスになりますね。そうすると2分の2ルート5、約分してルート5、これが底辺になります。底辺かける高さかける2分の1で面積は2分のルート5となります。括弧3、 A と B の間の y イコール x 2乗のグラフ上に D を取って ABD の三角形の面積はということですが、先ほどと同様に等積変形を利用したいと思います。まず AB と平行な D を通る直線を書きます。こんな感じですね。これが平行です。そうすると傾きはこれと同じなので1です。 y イコール x プラス b が t コンマ t 2乗、ここの x 座標を t としなさいという問題文になりましたので、 y 座標は t 2乗ということになりますね。そうすると、t コンマ t 2乗をここに代入、 t 2乗イコール t プラス b、 b は t 2乗マイナス t、これが切片です。したがってこの緑で書いた線ですが、y イコール x プラス t 2乗マイナス t。そうすると、ここの座標が0コンマ、t 2乗マイナス t という座標です。で、三角形を等積変形するわけですが、底辺はそのままです。で、高さをここに持ってきます。そうすると
最初の三角形と今作った三角形、若干この平行が歪んで見えますけども、気にしなくて、平行ですので、底辺同じ、高さ同じで、この赤い三角形の面積を求めれば良いことがわかります。で、さらにこの赤い三角形ですが、この黄色い三角形と同じ面積です。そうするとここが底辺です。底辺はカッコ2で、ここからここまでは A と B の X 座標の差ですからルート5です。でこれが底辺です。次高さ、ここですね。ここの X 座標1で、ここの X 座標は、Y 座標ですね。ここの Y 座標が1で、ここの Y 座標が T2 乗マイナス T ですから、1から T の2乗マイナス T を引くとこれが高さになります。底辺×高さ×2分の1ですが、マークシートの回答欄がこうなってます。これに合わせます。でここにマイナスがありますから、このマイナスを前に持ってきます。そうすると2分のルート5の前にマイナスが来て、ここマイナス1倍ですから t の2乗マイナス t マイナス1ということで、書き区に入るのが521ということになります。5番です。1クラスのカードから1枚取り出し、元に戻してからもう一度引くということですね。元に戻すがポイントですね。1番、点 P が直線 Y イコール X 上にある。Y イコール X 上ということは、1コマ1、2コマ2、3コマ3、4コマ4と。まあ、要するに A と B、1回目と2回目が同じ目が出るということで、1、1、2、2から8、8まで、8通りあります。目の出方は、葉っぱ64分の8で、8分の1という答えになります。括弧に、OAP の面積が10平方センチとなるということで、 OA を底辺と捉えます。底辺は4です。底辺×高さ×2分の1が10ですから、高さが5になればよいと。そうすると X 座標が5であればよいということなので、2回目は何が出てもいい。1回目が5が出ればいい。1回目8個のうちの5が出ればいいということで8分の1です。PQ の距離が2ルート2になるときということで、例えば A が2、B が5っていうのをちょっと書いてみました。そうすると2コンマ5、5コンマ2ですね。そうすると P と Q の距離というのはどういうふうに見るといいかというと、ここにこう直角三角形を作ると、直角二等辺三角形になります。そうすると1対1対ルート2で、この場合はここの長さは3ルート2です。3、3、3ルート2。つまりここが2ルート2になりたかったら、どうしたらいいかというと、ここが2です。ここも2ですけどね。そうすると、A と B の差が2であればよいということがわかります。A と B の差が2、1コンマ3、2コンマ4でずっといって、逆も同じです。これとこれはどういう関係かというと、PQ と QP、逆になった関係ですね、これね。そうすると、全部で12個該当するので、葉っぱ64分の12で16分の3という答えになります。6番です。まず B さんは3を、思い浮かべました。そしてかける4で12。80足して100をかけて4で割ると2300。で、1月11日までですから、今年もうすでに誕生日を迎えていますので19を足します。そして生まれた年を引くので、生まれた年1999を引いた結果320ですということになりました。括弧2です。まず B さんはですね、3を選んで、計算結果が320で20歳と。で、要するにこの3がここに現れて、年齢がここに現れているということが想像つきますね。X を選ぶと4倍して 4X、80を足して100をかけて4で割ると 100X プラス2000。ここに誕生日を迎えていれば19を足して 100X プラス2019。迎えてなければ18を足して100X プラス2018ということで、まずは最初の選択肢が C ということになります。次、この結果からどんなことがわかるかということですけども、この2019っていうのは2019、今年の誕生日を迎えている、つまり何回目の誕生日かっていうのは、ここから西暦引けば、今年から生まれ年引けば出ます。で、迎えてなければ2018年の誕生日は来ているということで、そこから生まれた年を引けば年齢が出ます。で、こことここはですね、条件の中に、年齢は0歳から99歳としますと。要するに100を超えるとここに影響を及ぼしてしまうんですね。結果として、X の値は
下2桁に影響を与えません。すなわち要するに X がどんな数字であってもこことここは無関係だということですね。で下2桁を確認すれば年齢が分かりますということで、E が正しいことを言ってますので CE という組み合わせは8番ということになります。